中国、杭州などで開催されているアジア大会でメダルラッシュに沸いた競泳中国代表が、同日本代表との実力差を強調している。9月29日まで行われた競泳において、中国は過去最多となる28個の金メダルを獲得。韓国は6個の金メダルを手にしたが、日本は5個にとどまった。この結果を受け、中国メディア、葬儀詰は、 日本に干渉したことでアジアの競泳会の展望を変えた。中国は28個の金メダルを獲得して優位性を示したとの見出しで記事を掲載した。記事内ではアジア大会の競泳では東アジアの日強である日本と中国が全面対決を繰り広げていたと紹介されていたが今大会は中国が圧倒的な力を披露。 中国が優勢で韓国と日本が2位を争うという日韓対決がテーマとなったと皮肉った。実際に今大会の中国は趙うひが6巻、短海洋が5巻を達成するなど個々の実力差も明白となった。それだけに同メディアは今回のアジア大会で中国が獲得した28個の金メダルはアジア競泳界における優位性を証明した。 アジア競泳会における日中対抗戦の終了を一時的に宣言したことになる、と言い切った。来年のパリ五輪を前に厳しい現実を突きつけられた日本だが、ここから巻き返すことはできるのだろうか。